やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、一回質問したら、5日は空けてって言ってたんですけど、最近ご質問減ってきたので、翌日とかでも全然いいです。はい。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日1問目です。舞台俳優の村田光さんはどんな人でしょうか？神田沙也加さんの元夫です。愛犬を引き取って、で育てたり優しい印象があります。タロットさんから見てどんな人か。そもそもなんで離婚したんだっけ。そこはこうすっぽり記憶が抜けてるんだけど。さやかちゃんね。お父さんお母さんも心配だね。なんかね辛いよね。またね。うわあ、神様が出たよ。ズバッと出ました。なんか人と群れるのは嫌い。嫌いっていうか苦手な感じ。単独行動な人の気がする。で、優しくて勇気がある。情熱がある。で、神様が結構守ってくれてるね。真ん中にいるね。神様に守られてるのか、神様みたいな人なのか。対策注意点にでもどん底カードが出てるので、なんか運勢とか、なんだろう。極端かもね。すごい幸せな時と、な、0か100かみたいな、そんな感じかもしれない。うん。とりあえずでも、優しいは合ってると思うよ。単独行動、群れるのは嫌いな優しい人みたいな、優しい勇気のある人みたいな感じ。はい。続いて、中ナレステレビ市場は拡大していますが、今後 NHK の受信料制度は廃止になるか、なるとしたら何年後か。受信料は廃止になるか、これも過去に何度も占っている気がするが、NHK の受信料廃止になる。あ、これは死神とかかな、停止のカード。廃止。あ、死神確かに出てる。あー、ズバッと出ました。なんだろうこれ。どういう感じだろう。なんだろうこれ。ああ、マジシャン。そう、マジシャンが出た時点であれならないかなって思ったけど、確かに。え、なんだろうね。何かが無料になって何かが有料のままとか。なんか制度が変わんのかな。え、税金？税金で聞かれるなんだろう。わかんない。もはやわかんないんだけど。どういうこと？受信料制度。受信料制度は廃止になるか。確かに今の受信料制度じゃないかもしれないけど、新たな、何だろう、方法が変わるだけでお金取られるような気がするんだよな。なんて言ったらいいだろう、この場合。受信料1ヶ月おいくら払ってねえじゃなくて、なんだろうね。他の方法がちょっと思い浮かばないんだけど。廃止になる。まあでも今の制度は、なくなるかもねって思ったので、なくなるとしたら何年後か。これちょっと1年後だとさ、あれなんで、3年単位でいい。0、3、3、6、9、12みたいな。1年だとさ、カードが足りないかもしれないので、0、3、6、9、12。何これ。1から3年以内に何か変わるのかな。タワーがここに出てるもんね。3年以内に何か変わるかも。そんな急に変わるかな。3年以内に今の制度ではなくなるかもしれない。続いて、インフルエンザは感染しやすい人、しにくい人がいる。はい。この話は本当である。イエスかノーか。感染しやすい人としにくい人がいる。抵抗力の強い人とは大丈夫だろうな。
などなのでも、どんな感染症でもしやすい真空があるんじゃない、これは。そういう話じゃなくて、どういう話だろう。この話は本当か。ズバッと出ました。世界の逆。感染しやすい、しにくい。しやすい人としにくい人がいる。この話は本当か。不十分だ、その話はって出た。なんだろう。多分、そういう、こういうシンプルな言葉ではちょっとまだ、言葉が足りないみたいな感じがする。うん。でも、恋人とか出てるから、人によっては違いそうな気がするんだけど、これ一番、なんか、問題の、その、日本語っていうか、この条件っていうか、これは本当かっていう、この問い自体が、なんか、不十分だよって言ってる気がするの。なので、ちょっと、答えられないみたいな感じ。解なし。質問をもっと、なんだろう。こういう、シンプルな、ざっくりした感じじゃなくて、もっとなんか、細かい感じ。うん、例えば、インフルエンザはかかりやすい、かかりにくいって言われてもなぁ、みたいな感じ、タロットさん的に。だからこういう日、なんて言ったらいいの?かかりやすい、かかりにくい。で、それはさ、だって、それを言うとさ、ね、一回もかかったことのない赤ちゃんとか、何の抗体もインフルエンザの抗体もありませんみたいな人は一発で多分かかるだろうし、この表現だと、そりゃ、そうだよねみたいな、多分あなたの聞きたいことそういうことじゃなくないみたいな感じがするんですけど、多分ご質問者様の聞きたいことってもっと正確に言うと違う気がするの。そういうことを言ってんじゃないかな。で、宿泊先でトコジラミ予防に効果があるのは 1,2,3,4,5 はい、精油、ラベンダー、浴室の電気をつけて塗る。あ、集まるってこと、電気にシラミって。そうなの?そう、なんか明るいところに集まるの?あー、そういうこと?最近話聞かないけど、どうなの?ラベンダー、あー、良さそう。3、4、5。ん?ズバッと出ました。効果がないのは浴室の電気をつけて寝るだけだったんだけど、全体のキーのカードが死神なの?なんか、もう、今の段階で気にしなくっていいんじゃないみたいな感じじゃなくて。なんか、全体的に気にしなくっていいか、もしくは逆で、その程度じゃ関係ないみたい。いたら。もう、もはやいたなら、そういう、なんか細かく何か工夫をするところじゃないか。なんかこう、極端だよね。だから、この何か工夫をしようみたいなのは、あんまり意味をなさないんじゃないかってキーのカードが言ってる気がするの。でも、その中でもな、まあ何か言うとしたら、2だけは全く本当にどうでもいいかなみたいな。2だけは強くノーみたいな。2だけ強くノー。あとは、まあ気持ちの問題っていうか、別にあんまり関係ないかもしれないけど、みたいな、そういうレベルじゃないかな。はい。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず1番目、45歳以上のマッチングサービス、マチュールサービス開始しました。安心安全に使っていただけるサービスとなっております。5つの戦術でご自身の性格とかお相手との相性診断を行うことができます。ぜひご活用ください。二つ目、45歳以上の方にはズバコンっていうのをお勧めしてます。ブライダルパートナーズさんと一緒にやっている結婚相談所の占い付きのプランですね。個人鑑定がついているのと、日々私に LINE で相談ができるっていう、気軽に、たまき聞いてよみたいな感じで気軽に相談できるっていうプランになってます。ぜひおすすめです。三つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日はどんな日とか習慣運勢とか、あと動画では占えないこととか扱ったり、裏話をしたりしてます。で、四つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳、販売中です。ぜひお手に取ってください。続いて、西郷八さんっていうのかな。
波うだらかに、夫婦日和はアニメ化されるか。まずイエスかノーかをここにパンって出します。太陽の客、微妙だね。ノーかな？ノーかな？でも太陽の客、まあ明るいとも取れるんだよね。ノーに近い気がするんだけど、念のため、もしもね、もしもアニメ化されるなら何年後か。あ、もやもや、もやもやカードだ。ずっとずっと交互にこうなってる感じ。あー、ないかなー。こんな先ってことはないよね、多分。すんごい先にイエスが並んでるけど。2,3,4,5,6,7。8年後とか。現実的じゃなくない？どうなの？ 8 年後とか。なので、回答。三角。限りなく×に近いんだけど、三角で。もしも、ないと思うんだけど、もしもあるとしたら8年後とか。すごい。結構遠いと思う。続いて、キンプリのオタクから見たナンバーアイの印象を占っていただきたいです。キンプリから見たナンバーアイもできればお願いします。キンプリのオタクは主に、また、あれだな。呼び捨てだ。呼び捨て、ね、なんか、平野とか翔とか、なんで、みんな呼び捨てで呼ぶのわかんないんだけど、翔に対してきつい印象があるので気になってます。この前の翔連不仲の質問もその例ですが。なるほどね。はい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 。キンプリのオタクから見たナンバーアイの印象。これも人によって温度差が一人一人全く違うと思うけど、平均化するとみたいなね。平均的にどんな印象か。気持ちに平均も何もあるかみたいな感じだけど。ズバッと出ました。あ、でも、タワーが出てるね。真ん中にタワーが出てるので、なんか関係は完全に壊れてますみたいな感じ。でも、別にやってることにそんなに否定的じゃないよ。キンプリとの関係はもう壊れちゃったけどね、みたいな。壊れちゃったけど、うん。頑張ってるんじゃないみたいな。やりたいことがこう明確そうで頑張ってるよみたいな感じは出ましたけど、うん、でキンプリから見たナンバーアイ2人から見たナンバーアイの印象3人、これも2人ね、レン君、かいちゃん、それぞれ温度差が二人だとしても二人の間に温度差があるかもしれないけど、どうかな。これも二人の平均みたいな。二人の平均ってなんだ。潰された男。ズバッと出ました。まとまりのないカードだね。うん。あ、でも基本的には別に、もう、なんだろう、フラットな感情っていうか、別にっていう感じ。うん、特に、なんだろう、無感情に近いのがキーのカードだよね。で、恋人。まあ、かつて仲間だったからね。かつて仲間だったけど、でも、そうだな、なんか自分たちとは、なんか合わなかったんだなっていうのとか、うん、そう、調和しなかったんだな、自分たちとはとか、ちょっと勝手だったかな、みたいなのは出てる。まあでも、別にそんな強い悪い感情があるとか、なんか強い思いがはそんなにない。なんか本当フラットな感じ。冷静な感じです。はい。続いて、最近犬を飼い始めた大谷翔平選手に彼女がいるのか、はい。どれか。彼女はいないのかいるのか。結婚もしてるはさすがにないんじゃないか。さすがにそれは発表するんじゃないか。あね、絶対そういうのを隠しさない人じゃない多分、ね。結婚しました。隠してもしょうがないじゃん、みたいな。なんで隠す必要あるのみたいな、に思いそうな人じゃないなんか、なんとなく。彼女はいないに太陽！
これじゃない。いないに太陽。結婚はないかな？ズバッと出ました。いや、この太陽が強烈すぎるんで、いない。でも、いるが同棲はしていないもちょっと強い。強、うん、そう。彼女、何、友達以上、彼女未満。って言ったらいいの。そのくらいの人ならいるかもしんない。でも真面目なカードなんだな。大谷さんらしいね。彼女はいるが同棲はしてないっていう質問に対してもこの真面目なね、誠実なカードが出るのはらしいけど、1と2の間みたいな感じで。はい。1と2の間。そこが一番肝心な境目じゃんって言われそうだけど、なんかあるんだよ。その人間はそんな、あるんだよ。なんか、恋人以上、友達以上、恋人未満のとかさ。あるよ。ね。あるよ。好きだけどまだ付き合ってないと。続いて、聖書で語られるノアの大洪水以前の世界で人類以外によるものも含めて地球の文明は何度滅んでいますか？これまあ占わなかったっけ？占ってないか。何度滅んでいるか。なんか前似たようなことを占わなかったっけ？人間の文明はこれまで何度滅んでますかみたいなんで、ゼロ回違う。なんだっけ？なんて出たんだっけ？とにかくそんなに何度も、絶滅か、人類が絶滅してますかだっけ？いろんな質問が頭の中でごっちゃになって。何度滅んでるか、0。1、2、3、4、6。これ？文明。地球の文明は何度滅んでいるか。でも0の世界もあり得るな。どっちだろう？ノアの大洪水以前でしょ？人類以外によるものも含めて地球の文明。人類以外に。難しいな。文明。いや、0回、パッと見たとき0回かなって思ったんだけど。死神、滅んでいる。対策注意点が戦車なんだよな。なんか、人類のものは多分ね、0回だと思うよ。人類以外のものがもしかしたら6回あるかもしれないけど。どうかな質問が人類だったら0回なんだけどな。人類以外によるものも含めて。でも死神か。タワーじゃないんだな。微妙。対策中じゃない。キーのカードも戦車だから、そんなに滅びてない気がするんだよな。0回で。なんかこの、ポツンって、いいカードに挟まれてポツンってある死神もなんか違う気がする。ゼロ回。はい。イスラエルの人たちが笛を吹いて、エリコの城壁を壊した旧約聖書のエピソードは、はい。アークを使った話、その装置を作動した時に発生した音が聖書では笛と表現されている。はい。この2問はイエスですか？ズバッと出ました。1番はノー。それなら2も連動してノーにならない、なんか。2は運命の罠の。なので、肯定的なカードが出てるよ、とは伝えておくわ。でも、まあ、両方ノーでいいんじゃないかなって思ったんだけど。うん、1がノーならね。はい。以上になりますが、いかがだったでしょうか。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。